2012年アメリカ合衆国大統領選挙は2012年11月6日にアメリカ合衆国で実施された大統領及び副大統領を選出する選挙である2012年11月6日に一般投票が行われ民主党現職のバラク・オバマ大統領とジョー・バイデン副大統領の再選が大差で確定した一般投票でオバマへの投票者が多かった 軍一般投票で、ロムニーへの投票者が多かった、軍選挙人の数と面積を比例させた、カルトグラム。オバマの獲得した州、ロムニーの獲得した州。一般投票での州ごとの得票率差と、獲得選挙人数選挙人集会での投票をもって、大統領に当選するには、大統領選挙人538名のうちの、過半数。 すなわち270名を獲得する必要があるため、その前提として少なくとも270名の選挙人候補を立候補させる必要があるが、立候補には一定数の署名を要する州もあるため小政党には容易ではない。民主党と共和党の二大政党のみがすべての州で選挙人候補を立候補させているが、それ以外の政治勢力で270名以上の 選挙人候補要率を達成している政党、団体には、リバタリアン党、アメリカ緑の党、立憲党、アメリカンズエレクト、公正党がある。このうち、アメリカンズエレクトは、指名候補者を選出しない方針を示している。また2012年10月16日現在の、憲法党と公正党は、記号式投票の投票用紙の選択肢に載せられる。 選挙人候補数が270名に満たないが、選択肢以外への追記投票が可能な州を含めると270名以上の選挙人候補を要する。総計の擁立選挙人候補数が270名に満たない小政党は、選挙人集会による選挙での当選の道は断たれている。ただし、選挙人投票で、いずれの候補者も過半数に達しなかった場合は、 投票上位3位以内の候補者から会員での投票により大統領を選出する。大統領選挙の投票日及び憲法修正第12条を参照してほしい。民主党指名候補予備選挙における主要候補共和党指名候補予備選挙における主要候補リバタリアン党指名候補2012年5月2日から6日までの党大会で指名候補者を選出した。 候補指名選挙得票者、その他の候補指名争い参加者、撤退、アメリカ緑の党指名候補2012年7月12日から15日までの党大会で指名候補者を選出した。候補指名選挙得票者、立憲党公正党アメリカ、合衆国際公裁判所の判決により、候補者の直接関与しない、第三者による、 選挙運動への規制が意見とされたため、スーパー PAC が20億ドルに上る資金を CM に投下した。スーパー PAC による宣伝には、ネガティブキャンペーンが多いことが指摘される。規制下の資金を含めて、投下された金額は60億ドルを超えると見積もられている。史上最大の中小合戦と呼ばれた。大統領候補による討論会が3回。 副大統領候補による討論会が1回それぞれ開催される。全米メディアにより生中継され有権者からの関心も高く選挙戦の情勢に大きな影響を与える。2012年10月3日コロラド州デンバーで行われた第一回目の討論会はロムニーが優勢との結果になった。オバマには覇気がなく顔もうつむきがちで 視聴者に対して指導者として不安な印象を与えた。一方のロムニーは、得意の経済分野で、元経営者としての実績から堂々とした振る舞いを、見せ、討論で、オバマを圧倒した。オバマは、後日、行儀が良すぎた、ひどい夜だったと振り返り、自身の敗北を認めた。この討論会を境に、支持率でもロムニーが急上昇し、数ヶ月ぶりに、 オバマを逆転するケースが目立つようになる。2012年10月11日、副大統領候補の二人による討論会が開かれた。69歳の大ベテランの現職、バイデン副大統領に対して、42歳の若手ホープであるライアン候補が挑むという構図となった。特に民主党側としては、第1回討論会で、オバマが惨敗を喫しただけに、 形勢逆転を図る重要な場となった。討論は外交や社会保障が主なテーマとなった。バイデンは時折、ライアンの発言を遮るなど攻撃的な姿勢で臨み、オバマの失点を取り戻そうとした。ライアンも一歩も引かず、町長々発志のやり取りが続いた。放送後の世論調査では、ほぼ互角との結果が出た。 2012年10月16日に開催された2回目となる討論会はタウンホールミーティング方式で行われた。場所はニューヨーク州ヘムステッドのホフストラ大学。第1回討論会では攻撃的な姿勢を封印して惨敗を喫したオバマが今回は一転して公正に出た。直後の世論調査ではややオバマ優勢との結果となった。 最後の討論会は2012年10月22日にフロリダ州で開催された。外交政策が中心テーマとなり、あまり国民から関心の高くない分野であり、選挙戦に与える影響もそれほど大きくはない。ロムニーはオバマ政権の外交方針を弱腰と批判すれば、オバマは国際協調の重要性を訴えた。ただ、 討論では、お互いに目立った違いは打ち出せず、世論調査でもやや、オバマ優位という結果となった。アメリカ東部標準時間の11月7日午前0時、前の段階で、オバマ候補は選挙人団の過半数となる270以上を確保し、再選が確実となった。オバマ・バイデン組は、1期目の大統領選一般、投票で52.9%、2期目の、 大統領選一般投票で51.1%の票を獲得したが、結果的に1期目と2期目の大統領選一般投票で共に50%を超える票を得て、当選したのは1980年大統領選と1984年大統領選で共に勝利した。 レーガン・ブッシュ組以来のこと、また民主党指名候補に限ってみれば1932年大統領選と1936年大統領選で共に勝利したルーズベルト・ガーナー組以来の久々こととなった。逆に共和党はこの時点までの直近6回の大統領選挙打ち、一般投票で勝利したのは2004年大統領選のただ一度のみとなっており、対局的に見た。 共和党の上落傾向が続いていることがわかる。出典オフィシャルフェデラルエレクションコミッションレポート、選挙人選出法メイン州とネブラスカ州では、選挙人を候補者間で分けることができる。両州とも選挙人二人が全州での勝者に割り当てられる。またそれぞれの下院選挙区の勝者に選挙人一人が、それぞれ割り当てられる。青字は、民主党、赤字は、 共和党が勝利したことを示す。数字は、得票率の差。得票率差1%未満、フロリダ州、0.88%得票率差5%未満、ノースカロライナ州、2.04%オハイオ州、2.98%バージニア州、3.87%、得票率差5%以上10%未満、コロラド州。 5.37%ペンシルベニア州5.39%ニューハンプシャー州5.58%アイオワ州5.81%ネバダ州6.68%ウィスコンシン州6.94%ネブラスカ州第2区7.16%ミネソタ州7.69%ジョージア州7.82%メイン州第2区 8.56%アリゾナ州、9.06%ミズーリ州、9.38%ミシガン州、9.50%。ありがとうございます。